安心してください。たくさんいいこと待ってるよ。クシュー、皆さんこんにちは、加藤です。今回もね、大好評企画なんですが、Amazon フレッシュをね、僕が注文したものをですね、紹介していきたいなと思います。今回8000円ぐらいかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まずこちらですね、鶏肉ですね。これですね、まあ、1個600円いかないぐらい、500円ぐらいですね。これいいっすね。これなんかちょうどいいっすね、値段的に。で次、魚ですね、600円ですね、いつものやつ。で今回もね、本当にレギュラーメンバーが勢ぞろいって感じで、あんま面白くないかもしれないですね、相変わらず。で次がまたヌーサのレモンですね。前回これ売り切れだったんでブルーベリー頼んだんですけど、こっちが美味しいっすね、ヌーサ。これですね、かわいいね、パッケージがいい。はい、次、あれ？これ、あ、これ、これは豚ですね。豚。これも600円。これいつもとんかつにしてます。あ、てか俺パン粉がないんだ。パン粉を注文してる。次、アホイですね。はい、超レギュラーです。まだね、セールが続いてて3ドルだったんで買いました。で次、ドリトスですね。ほんと最高。これマジうまい。ね。次、醤油をね、買いました。これいくらですね、500円ぐらいするのかな、400円いかないぐらい。で次、人参のね、缶詰、100円ぐらいね。缶詰ってやっぱ安いよね、どうですね。で次が、これだ、これ初めて買ったやつですね、ビーフストック。前回買ったね、あのシーフードストック、がですね、あのスープの、出汁みたいなやつがですね、よくてですね、結構美味しいんですね。スープに入れたらチキンのストックと一緒にやると美味しいんで、これね買ってみました、ビーフ。今度ねこれでスープ作ってみたいなと思います。で、いつものやつですね、これ100円ぐらい。これもなんか常連ですね。でしかも寒くなるからスープの季節だと思うんですよね。なんかスープ食、スープだけになっちゃう。はい、次、レタスですね。これも常連ですね。これも安い、200円いかないぐらい、200円ぐらい。で次、これも常連ですね、マッシュルームのホワイト、ね、300円はいかないぐらい、200円台ですね。で、相変わらず超常連の、ヨーグルト、ね、1個100円ぐらい、6個ぐらい買いました。本当これ、これ本当に毎日食べてますね、最近。いいよね。で、最後かな。あ、これ初めて買った。冷凍のブロッコリーですね。これ100円ぐらいかな。やっぱ冷凍か缶詰安いよね。ちょっと味はよくわかんないですけど、これでさっきのこの、ビーフストックとか、あとは、チキンのね、コンソメみたいなやつでスープ作っていきたいなと思います。はい、今回は以上です。フッシュー。